朝食を作るのね。朝食を作るのね。朝食を作るのがめんどくさくなった朝、近くのマクドナルドまで車を走らせる。君はすぐラジオのスイッチを入れると、次の曲から曲へとザッピングをし始める。天気や運勢や音楽がしばらく続いた後、海辺に未来が座礁しました。アナウンサーが繰り返す。海辺に未来が座礁しました。またかとうんざりした後で、チャンネルを変えてくれるよう目で即すと、君はつぶやいた。これって近くじゃない？それがクォーターパーストイレブン、肌寒い朝のこと。海辺に未来が座礁しました。海辺に未来が座礁しました。曖昧な色をした乗り慣れた車は、海岸線のなだらかな白線をなぞる。並走する海鳥は、次の瞬間消えたかと思うと高く舞い上がり、どこかへ飛んでいく。今日食べるはずだった朝食のこと、君はずっと愚痴るつもりのようだけど、視線を前に固定しよう。何も聞こえないよう、車だけが意思の通り動いてくれるよ。アンダーステア気味のほっとくと膨らみがちな曲線を絞るように内側へ内側へと。ハンドルを切ると急に君が指を差し声を出す。それがアバウトヌーン、よく晴れた正午のこと。海辺に未来が座礁しました。ポツポツと集まり出した人の先に、横たわる巨大な塊が見える。膝までデニムを託し上げたけど、あっという間に腰まで海に浸かってしまう。恐る恐る触れると、分厚いゴムのような感触の向こうに、かすかなぬくもり、ふざけがてらおもむろに押してみるけど、まるで岩のようにピクリともしない。しばらくどうしようか迷って、押したり引いたり撫でたりを繰り返してあげく、来たことを後悔したような表情で見つめ合った。それが 1PM、 風の吹く午後のこと。海辺に未来が座礁しました。海辺に未来が座礁しました。雲が流れ、日が陰る。足が砂にめり込む。息が上がる。冷たさで指先がしびれる。どれぐらい時間が経つ？感覚がなくなる。ため息をついたその瞬間、ほんのちょっと動いた気がした。気のせいかと思って頭を上げ見渡すと、いつの間にか周りを囲む人だかり。どこからか声が上がり、掛け声に合わせる。そして歓声の中、それは泳ぎ出す。僕は君の手を取って見えなくなるまで見送る。何か温かいものでも食べて帰ろう。海辺に未来が座礁したいし、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 海辺に未来が座礁しました。